元作は、ウィリアム・ユージン・スミスとアイリーン・ミオ・スミスが1975年に発表し、水俣病の存在を世界に知らしめた写真集、水俣を元にした物語。ジョニー・デップ扮するユージンがアイリーンと共に水俣で暮らし、人々の日常や抗議運動を写真に収めていく様が描かれる。高校時代から写真家として活躍し、人生最後のテーマに水俣病を選んだユージン。デップは映像内のインタビューで、ユージンの写真に惹かれ続けたのは、一枚一枚にいつも真実が示されているからと彼の魅力を語っている。アンドリュー・レヴィタスが監督、デビッド・ケスラーが脚本を担当した、水俣。水俣は9月23日より東京、東宝シネマズ、日比谷他全国で公開。写真集、水俣は9月7日に再出版される。